こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、速稼塾の塾生さんに特にね、紹介したい方がいるんですよ。それは松潤さんと言われている方でね、もうご存知の方もいると思いますけども、あのピアノプレイヤーの方でね、弾き語りでプロポーズをみたいなね、なんともロマンティックなそんなテーマで活動されております。で、この方がね、速稼塾に入られて、今もう私とのやり取りが70話ぐらいになってるわけなんですけども、まあ、非常にね、趣味をね、自分の人生の真ん中にトンと置いて今やっておられる、すごく素敵なテーマだと思います。皆さんもね、ぜひこの松潤さん その動画をね、見ていただいて、今回特に速稼塾の皆さんへってご挨拶がありますので、ちょっと下の方にね、URL つけておきますので、ご覧いただいて、できればね、松潤さんへの歓迎のメッセージを動画などでいただけたらと思います。やっぱりね、 YouTube やってると、こういうふうな YouTuber さん同士の出会いっていうのがいいですよね。そしてYouTuber として始めた時に、自分が受け入れられるだろうかと、自分の動画なんて見てくれるだろうか、チャンネル登録再生数増えるかなっていうような期待と不安が入り混じった感じ、それ皆さんもあると思うんですよ。ぜひね、最初に応援する気持ちでポチッとなとやってあげれば、またね、可能性が広がるんじゃないかなと思います。あとね、やっぱり個別で、例えばね、松潤さんこんにちはみたいな動画とかね、 YouTube 一緒に楽しんでいきましょうみたいなことがあると、なんかね、すごく励まされるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ビジネスは提供と感謝と言いますけどもね、まずは誰かが頑張っているところを、よかったね、すごいねと手を叩いて拍手してあげることから始まると思います。人がやってるところにね、そんなのすぐ終わるよと、続かないよ、いや大変だよみたいなことをね、言うとね、やっぱりちょっとしょげちゃうこともあったりとかね、なかったりすると思いますんで、まあ、まさにね、私たちは応援することを持ち味にしていきましょうね。頑張る人を応援する、頑張れない人を励ましていく、いろいろありますけども、とにかくね、盛り立っていくということが私たちにできる無償のね、愛情なんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。それでは松潤さんもよろしくお願いします。